この動画ではデザインに特化した AI ツールをご紹介いたします。インテリア、建築、e コマース、そしてアニメーションなどのハイクオリティな画像や動画を簡単に生成することができるプロム AI をご紹介いたします。このプロム AI は200万人以上の世界中のクリエイターたちが愛用するデザインに特化した AI ツールです。25種類以上の AI ツールが揃っておりますので、あなたが求めるデザインを簡単に手に入れることができます。それではこちらのスケッチレンダリングから実際に生成してみましょう。それでは promai.pro/ja に行きまして、右上のログイン・サインアップをクリックします。もしもこのページが英語になっている場合ですが、こちらをクリックし日本語にしてください。それではサインアップをクリックします。今回は Google のアカウントでサインアップします。そうしますと、はじめに少なくとも一つの興味を選択してくださいとありますので、今回は建築を選びます。次へをクリックします。あなたは最もよく表す役割は何ですかということで、建築デザイナーします。完了をクリックします。あなたへのおすすめ AI ツールとあります。こちらはバツで閉じます。そうしますと、ここにスケッチレンダリングというのがあります。スケッチアップロード、こちらをクリックします。ここに画像をアップロードします。このプロム AI ですが、この画面の中でしたらどこでも画像をアップロードすることができます。それではこのスケッチを使って生成してみます。まずプロンプトは空白にします。そして参照画像ですが、この画像を参照にしてみます。そしてオプションですが、モデルが V1、V2、V3 とありますが、すでに V2 が選ばれてますので、このまま V2 にします。それからスタイル、すべて写真撮影、アニメ、3D、ユニーク、コンセプチュアルアート、イラストレーション、アートとあります。今回は写真撮影の現実的なを選びます。バツで閉じます。そしてシーンですが、建築、インテリア、商業スペース、ランドスケープデザイン、ゲームキャラクター、ゲームシーンなどがあります。建築を選んでビラにします。こちらもバツで閉じます。それからこの下の方の設定はこのままにして、生成では 0.3 ポイントを消費します。それでは生成をクリックします。このプロム AI ですが、生成時間は比較的短めです。このようにして生成してくれました。このスライドをクリックしますと、ビフォーアフターが表示されますね。それから比較とあります。保存したい場合ですが、この矢印で保存することができます。このようなプレビューをダウンロードすることができます。それでは次にこちらの画像を使って生成してみたいと思います。今回はスケッチアップロードをクリックします。こちらに先ほどの画像をアップロードします。そして今回はここにプロンプトを入れます。参照画像を変えます。こちらの参照画像を選びます。そしてモデルはこのままにして、スタイル、シーンもこのままにして生成を行います。このような画像を生成してくれましたね。それでは次に、先ほどは傘のスケッチを生成しましたが、次は建物のスケッチを生成してみます。この建物のスケッチを使って生成してみます。こちらはバズで閉じます。プロンプトは消します。参照画像はこのままにして、モデル、スタイル、シーンもこのままにして生成を行います。このようにして生成してくれましたね。それでは次に、この消去して置換というのを使ってみたいと思います。先ほどの画像の中から一つ選びます。こちらを選びます。
そしてリプレイスを選びます。そうしますと自動的に選んでくれますので、こちらを桜の木に変えます。ここに桜と入れます。生成をクリックします。確認してみましょう。それではこの画像を動画に変えてみたいと思います。この編集をクリックします。画像からビデオ、こちらをクリックします。今回プロンプトは空白にします。そしてモーションですが、屋内の場合は80、建築80、製品20から80と書いてありますね。80でいいと思います。そして生成は2ポイント使いますね。まだ 8.8 ポイントありますので生成をクリックします。動画の場合は生成に少し時間がかかりますので、しばらくお待ちください。生成してくれましたので確認します。4秒の動画を作ってくれました。それからこの画像や動画を保管する方法ですが、アセットに保存をクリックします。画像がアセットに追加されました。アセットと言いますのは、こちらのあなたの資産ですね。ここに動画が保存されました。それでは次にアウトペインティングを使って画像を拡張してみたいと思います。この車の画像を拡張してみます。プロンプト空白にしてサイズは今回50にします。そして生成をクリックします。拡張してくれましたね。比較してみましょう。ここに車がありますね。それからここに人がいて、この右側にも車がありますね。これもアセットに保存して後で確認することができます。それでは次に建物の外装を変えてみたいと思います。こちらに外装改修業者というのがありますので、こちらをクリックします。今回は先ほどのこの画像の外装を変えてみます。プロンプトは空白にし参照画像を選びます。このホワイトハウスの画像を参照にします。そしてシーンですが、建築を選んでビラを選びます。モードは構造にします。そして生成をクリックします。このようにして外装を変えてくれました。それでは次に室内のイメージを変えてみたいと思います。先ほどの外装改修業者の下にインテリア改装とありますが、こちらをクリックします。こちらの画像を使ってみます。そしてここには寝室と入れます。シーンを選びます。インテリア、寝室がありますので、こちらをクリックし選択します。バツで閉じます。生成してみます。このようにして先ほどの画像を使って寝室のイメージを作ってくれました。それでは次に商品画像を生成してみたいと思います。先ほどのインテリア改装の下の方に AI 背景生成器というのがありますので、こちらをクリックします。そうしますとこちらでは商品画像の背景を変えてくれます。今回はこのハイヒールがお店の中にあるイメージを作ってみたいと思います。プロンプトは空白にしたままでスタイルを選びます。小さな物体を選びます。こちらに靴点というのがありますので、こちらをクリックします。バツで閉じます。比率は16対9の横長にします。そして参照画像は特に必要ないのでこのままにします。生成をクリックします。このようにして画像を生成してくれました。それでは最後に画像からスケッチ画像を作ってみたいと思います。このエッフェル塔の画像をスケッチ画像に変えてみます。
写真をスケッチにというのがありますので、こちらをクリックします。スタイルを選びます。詳細のアウトライン、大まかな概要とありますが、今回は大まかな概要にします。そして生成をクリックします。写真をスケッチ画像にしてくれました。このプロム AI には25種類以上の AI ツールが揃っておりますので、あなたのイメージに合わせたデザインを作成することが可能です。そしてプライスですが、フリープランの場合は月に10枚までコインを使うことができます。それ以上の場合はこちらの有料プランとなります。それからこの動画をご覧になった方のために、特別なディスカウント情報をこの動画の下に書いておきますので、ぜひご利用ください。そしてこちらに、わからない場合は技術的サポートの tech@promai.pro という E メールアドレスがありますので、こちらに問い合わせしてみてください。そしてプロム AI のブログには最新の建築関係の情報や AI ニュースなどが載っております。こちらの Google 翻訳を使ってウェブサイト、ここにこの URL を貼り付けて翻訳することができます。ぜひ参考にしてみてください。そしてこの動画気に入りましたら、いいねやチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。